はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、モービルマリアさんの方に来てるんですけども、なんとただいまお昼なんですが、車の中でご飯を食べようというところで、お腹すきましたね。え、はい、もうちょっとなんかご飯食べに連れてけよう的なとはちょっと思うけど、でもいい匂いがしてるんです。なんかいい匂いがする、いい匂いがする、よかった美味しそう。はい、ということで、まあまあ車の中でね、ちょっとこういう風な形でご飯食べれるよというところを皆さんにご紹介したいと思います。はい、ということで、まいまいちゃんよろしくでございます。お願いします。はい、ね、はい、じゃあ実際にちょっともうお昼時なんでご飯食べましょう。食べましょう。はい、なんかあります。あります。はい、何ですかって聞かれて、だって多分みんな答えられると思う。もうすぐ分かります。ケトルがあります。はい、ね、お湯が沸かせるよということで、はい、じゃあ実際にね、ちょっとお湯沸かしてみましょう。もう沸かしてみます。はい、もうここに刺したので、はい、スイッチ、うん、つきました。ついた、ついてる。なんか音はしだした。音はしてるけど、こっちの音が聞こえる。うん、ついてるかい。ついた。お湯沸くそうです。お湯を沸かして、はい、じゃあこのね、はい、お湯が沸くまでにね、まいまいちゃんに歌っていただきましょう。またアンパンマンの歌です。また歌うんだもう違う曲がいいと思います。違う曲がいい。何がいいですか、そしたら。何がいいですかね。何がいいですかね。アンパンマンもいいとは思うんですけど、うん、私はディズニーの方がいいかな。ディズニーがいい。え、ディズニーって英語じゃないの。いやいや、日本語もありますよ。日本語ある。日本語あります。ディズニーの曲って何があるんだっけ。アラジンとか、アリエルとか、そういう、ね、それぞれのキャラクターの歌があるんですよ。あって、で、まいまいちゃんなりきりで歌う。あ、カラオケでは、カラオケではよく歌ってます。歌うね。ちょっとそこら辺はなかなか表示できないんでね、アメリカの漫画結構うるさいんで、うん、かなり厳しいんで、かなり厳しいんで、ニタロさんが、はい、なんかいろいろ頑張ってますけども、ゲームしてますかね。ゲーム違うね、自由な感じでやってますけど、はい、あ、またさあ来ました、アンパンマンマーチのテーマ、まいちゃんに歌っていただきましょう。さあ、どうもこの曲チョイスしますからね。ね、やっぱりね、お孫さんチョイス。まあまあ、でもね、実際にこういう形で車の中で、うん、同時に使えますもんね。そう、同時ですもんね。うん、だってこれケトル多分結構電気食うはずなんですよ。ちょっと待ってね、ディスプレイ押してみると、ほぼ1000ワット。わお、すごい。めっちゃ使ってるね。そうですよね。だってこれもこれも、そう、充電もしてるし、充電もしてる。私の携帯充電してるというね。携帯充電しながらお湯沸かして、任天堂スイッチ動かしてと。何でもできる。ね。すごい。1000ワット。まだだって500ワットぐらい余裕があるんで。でもじゃあ車にも給電してるんですよ、これ。車にも給電？そう。おう。だってエンジンかかってないのに。あ、かかってない、かかってない。照明器具ついてるでしょ？あ、ついてるついてる。あ、本当だ、ついてる。それから、うん、もう一番はあそこにある。ナビゲーションと上のフリップダウンモニターがついている、うん、ついてる。この電源ってどっから行ってるかっていうと、あ、そうだね、エンジンかかってないもんね。そうなんです。これが RS1 のシステム。やったね、もう、うん、すごい、そういうことか。 ATV グマのネギさん今日来てるんで。そうね、でも声だけです。マイマイさんに伝えようと思って、うん、来た来ました。めっちゃ旅費かかってんじゃないですか。いや、でも確かに、そっか、本当だ。マイマイさんにさっきも聞いたんですけど、このシステムだったら、うん、分かりますかって聞いたのね、うんうんうん、何使い方って使い方、はい、そしたらね、うん、もう一言、うん、やっぱ現代っ子ですね、うん、全部分かりますって、うんね、スイッチが簡単って言ってくれました。やばちゃん、どうだった最初からスイッチ考えた。だって私とネギさんそう結構ね、分かんなくて、ね、自分で返すからね。そう、ネギさん作っておきながらどこだっけみたいな、ね、そう、映像はねカットしてるんだけど、そう、でその前にそのね、ポジションの名前ですよね、うん、いろいろそういうのもね考えて作った車なので、はい、でも嬉しかったです。まいまいさん、さすが現代っ子ですよ、ね、すぐ反応、すぐ分かんないとかって言われたらね、ちょっとネギさん泣きながら帰るしか。そう、絶対使いやすいと思う。使いやすい、うん、もう本当にありがとうございます、ね、シンプルがいいですよね。うんうんうん、そう、多分ね、このジャグリーの絵取りでね、こんなテーブルで使ってる絵なんかほぼないと思います。置けまーす、置けまーすみたいな、自由ですね、しっかり置けまーす、はい、上がカラッとだしね、うん、アンパンマンか、消えないよ、いいですよ、アンパンマンで、ずっとアンパンマン、ね、エントリーさんアンパンマン、そうそうそう、ずっとアンパンマン歌うというね、お湯が沸くまで歌っていただきましょうみたいな。もうちょっとしたらかな、だいぶ来た、だいぶ来てるんですか ねモービルマリアさんのピットからですけども、うん、これ実際にね遊びに行くと、はい、自然の中でね撮るといいんですけども、ね、
この辺は暖かいんですって割と、ね、特に今年とか暖かいんですね。暖かいですね。前原ちゃんとかだって寒いでしょ、山の中。私そうですね、森の中に住んでるんで、なんかね、森の中に住んでるってね、うん、なんかちょっとこう妖精チックな感じのねそれ素敵なあれですよね。いや、そう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 、表現としては森の中に住んでて、ね、このモービルマリアがある地域より 3,4 度は低い、うん、え、そんな低い？低くなります。お、そして、あ、止まった。お湯を沸かすことができましたので、用意してくれたコーンスープを作ります。作りましょう。入れます。はい、よいしょ。お、不思議。はい、車の中でコーンスープスープを飲むというなかなかないですよ。なかなかないですよ。しっかりお湯沸かすことができました。はい、すごい、なんかあれですね、テレビ番組見てる感じのナイスキャッチみたいなこれ今でも絶対激アツなので先に言ったねさあ飲んでいただきましょうって言おうと思ったら、いやいやいや、ね、これは厳しい。猫舌だよ。猫舌だからちょっと、置いておきましょう。ちなみにロケで食べ物扱った時とかって結構、あ、そうか、でも生じゃないから待てるんだ。でも生放送でラーメンとか食べたりするんで、うん、その結構うってなる時あります涙目になったりする時とか火傷しますね、やっぱ猫舌だし、ね、これはまだ熱いぞ。熱いぞ。まあでもコーンスープだけじゃなくてお湯があるってことはカップラーメンもいけるし、はい、何でもできますもん ね、うん、ね、レトルト系はそうだね、うん、いろいろできるし。キャンピングカーの実はね、やりたいこと、うん、上位に上がってくるのがコーヒーを落としたい、うん、自分のいいですね。やっぱいいと思います。いい、おしゃれできますよね、これだったらね確かにできる。コーヒーは豆からする人、インスタント、いや、豆からの人です。あ、豆からの人。コーヒー好きなので、ぐるぐる回してぐるぐるやりたい、そのコーヒーをちょっと入れてもっと泡立てたい人なんで。あ、なるほど。確かにこれで、何、豆自分で引いてぐるぐる回して引いて、あります、あります、ある。これそれやろうかね。うん、ね、それもできちゃう。そうだ、お湯があればそれも楽しめるから、ね、うん、コーヒーをね、朝ね、あのキャンピングカーが入れたいっていう方がいる、またキャンピングカーでそれをしたいっていうんで買う。わー、おしゃれおしゃれ、うん、あ、そう、泊まって朝起きて、うん、お湯沸かして、うん、コーヒー入れて、だってこのお二人は缶コーヒーで、新田野さん多分缶ビールですよ。そう朝から、いやいや、入れましょうよ、シュッっていうドリップしましょうよ、缶コーヒーでいいじゃん。いやいやいや、その手間が美味しいんですよ。あ、そう、山ちゃん、マイマイさんが入れてくれって言ってる、言ってるもんですよ、これ。いや、多分この企画、いや、絶対多分自分の分しか入れてないよ、至極の一杯は自分の分だけそう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 、あと勝手に飲めみたいなあとは感じですよ。お湯入れてくださいね、どうぞっていうはっていう感じで多分ロケになるんですよ。私はいつも常にプラス思考で何のものを考えるもんで、あー、ダメダメ、私は常にあの人は疑っていく方なんですごい対照的。そう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 、もう大丈夫じゃないですか。もう大丈夫ですね。もういい感じになったと思います。はい、もういい、いい感じ、いいとろみが出てきました。とろみが出てきた、いい感じです。いただきます。まだ湯気出てる。そうだね、ちょっと熱い、熱いあ、でも美味しい美味しい美味しい。あ、美味しい。温まりますね。温まりますね。冬はコーンスープ。うん。コーンスープ結構飲みますから。はい。っていうところで、もう全然全然、サンドイッチ食べてもらって。あ、いいですか。はい、もう、今日のお昼ご飯これなんで。キャンプっぽいですね、この軽食の感じ。うん、そうでしょ。しかも、卵が、こういうタイプの、厚焼き卵のタイプ。厚焼き卵。美味しそうですね。ね、絶対美味しい。じゃあ、いただきます。え、これすごくないですか、厚さ。そう。一つの厚みが。尋常じゃない、ね、いただきます。うん、うん、美味しい。ケチャップソースに玉ねぎとかの風味も感じる。美味しいですね、これ。え、新田野さんおすすめのやつですか、うん、おしゃれ、このタイプの卵を選んでくるところがね、普通なんかこう、うん、いつもの卵サンド、うんうん、じゃないですよね。卵焼きサンドですよね。ですね、うん、美味しい。はい、じゃあ 歌っていただきますか、アンパンマンまだお腹満たされてないないんで、そうですね、満たされてないんで、はい、っていうことでね、まあ、こういうような形でね、まあ、お昼ご飯っていうか、まあ、車の中でね、お湯沸かして、うん、ご飯食べれるよというところで、うん、ゆったりとくつろげます ね、まあ、でもね、なんか今度コーヒー作ってみたいね。作りましょう。ちょっとドリップして、ね、はい、ぐるぐる回して。豆はいる方から始める。あ、そこはしてない。そこはしない。担当してないので。はい。じゃあもう、ぐるぐる回してから、はい、ね、
ドリップしてみたいと思いますんでね、うん、やってみたいです。はい、というところでね、今回はですね、モービルマリアさんの車中泊か、まあ、外でやろうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと天気悪いんで、うん、ね、ピットの中でやりましたけども、まいまいちゃんにお昼ご飯でございますということで、はい、もう食べてもらって結構でございますんで、もうカメラ気にせずに、はい、もう自由な感じでやっていただけようと思います。ということで、どうもありがとうございました。ありがとうございます。Take me away.